はい、皆さんこんばんは、滝和人です。今日はバイクの上じゃなくて部屋の中からマイクに向かって机に座っています。このチャンネル初めての、ラジオっていうわけですよね。で今日はクリスマスイブですね。僕は還暦を過ぎた60代児ですけれども、1980年代が青春期だったということになります。その頃にバイクにも乗り始めました。でその80年代のバイクシーンのを縁取った僕の思い出の中からいくつかストーリーを書いてみたんですよ。もう書いたのももうだいぶ前になるんですけど、それをちょっと今日はね一つ、読んでみたいと思います。もちろんこんなことするの初めてだし、素人だから変になっちゃうと思うんですけど、よろしかったら、聞いてください。それじゃあ参りますね。おい、滝じゃないか。あれ、ゴジラか。なんで今頃こんなとこに。って、聞くだけ野暮か。それは広島県広島市の太田川の中流にある今では廃止された可部線安芸亀山駅の前だった。狭い渓谷に沿い蛇行を繰り返して流れる太田川、川沿いは狭い平地が所々にある以外はいきなり崖のように山に連なる。亀山駅はそんな中流域にある無人駅の一つだった。だいたい今日は何の日か知ってるのか。お互い様だろう。なんでクリスマスイブにこんな田舎駅でゴジラに会わなきゃいけないんだ。お前、美智子はどうしたんだ。それ聞くか。お前こそ香りと過ごさないのか。バカ、こんなとこでお前に会うよりよっぽどそうしたいわ。やれやれ、冬枯れの季節の美しい秋の山の中でむさ苦しい男二人がクリスマスイブだというのに、都会にいたたまれなくなって本当は後ろ髪引かれまくりながらバイクに乗って逃避行してきたというわけだった。それにしてもどうして同じ場所に同じタイミングで来るかね。俺は一人でしみじみと今年のクリスマスを好きな場所で送ろうと思ってきただけだ。怪獣みたいな姿で俺のセンチメンタルな情緒を壊しやがって。だいたいここを教えたのは俺だろ。俺が教えなきゃお前はここへなんて来てなかっただろ。でも今日先に着いたのは俺だ。ここは公共の場所だからな。どっちが先に見つけたなんて関係ないだろ。どうせお前なんか今日これから行くあても帰るあてもないんだろ。そりゃお前だってそうだろ。ところがタッキー、それが違うんだな。え、ちょっと待て、お前何か隠してやがるのか。まあな。おいおい、ここへ来てなんだよ。列車に乗って香りが来るのか。だったら俺は消えるぜ。バカ、来ねえよ。タッキー、お前今日日付が変わるまで付き合う根性あるか。今日これからか。ああ、この寒空の下でか。ああ、ずっと外だ。夜まで、日付が変わる頃までだ。バカじゃねえのか。ああ、大バカのすることだ。どうする。ちょっと寒いし危険だから無理には誘わないが。ゴージラ、俺を舐めてんのか。俺が断るとでも思ってるのか。今夜の予定もどうせないしか。お互い様じゃんか。わけがわからないうちに俺はゴジラとその晩遅くまで行動を共にすることになっていた。しばらく近くの景色を見えた後、ゴジラは CB にまたがり太田川沿いの道を顔を遡って走り始めた。左岸から右岸へ、川沿いの道は一車線になり、舗装には穴が開き、日陰の水たまりは凍っているかもしれなかった。冬の曇り空、風が弱いのが救いだ。冬枯れの寂しい風景の中を、ゴジラの CB は進んだ。相変わらず美しい。ゴジラは口では自然が好きだなんて言わない。だが、医学部生物学科で動物の研究を進めるやつは、動物保護の仕事に一生投じようとしていた。それは何というかとても自然なことのように思えた。アメリカの学会誌に論文が載り、望めば大学で研究職にもつく道も開けたろうに、やつの選んだ道は東京の小さな民間環境アセスの調査会社だった。ゴルフ場やリゾート施設の建設予定地に貴重な動植物がないか調べる。当然企業や誘致したい自治体はそんなものはないという報告に期待する。
大手調査会社に料金を支払い、何回か現地調査して、特に特別保護すべき貴重なものは見出されないとのお墨付きがもらえれば、開発にすぐ取り掛かれる。時はバブルに向かう頃だった。各地で大型開発が進んだ頃だ。ところが、開発反対の人たちはどこにでもいて、その動機も反対の仕方もまさに様々だったのだが、中にこの自然は貴重だから森を切らないでくれと主張する人たちがいる。彼らに共通するのは金がないことだ。大手の環境調査会社に本格的で徹底的な調査を頼むことなんかできない。完成調査ではちゃちゃっと調べて問題なしが暗黙の了解。なんというかアリバイ調査書のようなものだ。そこでそんな人たちがたどり着くのがゴジラの就職することになった会社だ。社員がわずか7人、調査は現地の山の中に野営しつつ徹底的に調べて、その詳しいデータを写真等の証拠とともにありのままに提出する。場合によってはその沢にしかいない固有種を新発見することさえある。料金は格安で、仕事はとても少なく、社員はみんなアルバイトをして食いつないでいる。大手調査会社には目の敵にされ、役場では疫病神のように嫌われる。ゴジラは研究所のオファーや大学教授の推薦等をみんな蹴って、この会社に就職を決めた。だって仕事が楽しそうだろ。職場もみんないい人で信頼できた。タッキー、仕事は生きていければ楽しくて自分の納得のいくとこに全力を傾けられるのがいい。俺はラッキーなのさ。好きな職場が見つかって、しかも来いと言われてるんだから幸運に感謝してる。ゴジラはそう言っていた。ゴジラの走りはいつでも美しい。俺にはよくわからないが、自然や風景に愛されているような、そんな走りだ。ゴジラには入る山、入らない山、入る川、決して入らない川など、奴の基準があるみたいだった。ゴジラみたいな顔、ゴジラみたいな怪力、大抵の女は最初は怯えてしまう。しかし少し経つと奴の優しさや本当の意味での強さ、深さに惹かれていく。そしてさらに付き合うと、大概の女はついていけないと言って去っていくのだ。ゴジラは今流行の恋人的付き合い方という点では確かに最低の男だった。俺たちは太田川を遡り、途中で国道191号線に合流し、さらに走った。田の尻を過ぎ、砂ヶ瀬を過ぎると中国自動車道の高架をくぐり、賭けを過ぎて戸河内に向かった。もう午後4時半を回り、気温はさらに冷えてきて、曇り空からは雪がちらつき出し、一気に寒くなってきた。戸河内の町の国道沿いの食堂で安い定食を食べた。外に出るとすっかり暗くなっている。ここからは地面が見えない、凍結の恐れがあるから慎重にな。ゴジラはそう言うと、シートの上にうっすら積もった雪を右手で払いのけ、再び CB にまたがる。国道186号線を筒換え、こまめに止まっては状況を確認する。危険なようなら行くのをやめて引き返す。筒ヶ村のとある林道の入り口に来た時にはもう7時近くだった。タッキー、ここにバイクを止めて少し歩くぞ。やっぱりそう来たか。そう来るんじゃないかと思ってたよ。今日帰りに走れるか。天気予報では寒気はそれほどじゃない。むしろこの雲が問題なんだが、これも切れる。本当か。さあな。乗れなくなったら筒ヶの集落まで押して帰ればいいだけのこと。せいぜい 7,8 キロだしと思ってんだから、まあ、俺も若かったんだな。林道どれくらい歩いただろうか。大抵冬の夜の林道なんて誰もいるはずがない。ゴジラの懐中電灯は特別なのか、とても明るい。雪は闇、林道の路面は土が出ていた。しかし周りの木々は雪で白く化粧している。俺たちは林道をかなり歩いた。だいぶ山の中に入ってきた感じだ。タッキー、ここから山に入るぞ。ゴジラはさらにここから林道を外れ、山の緩い斜面を登っていく。雪は積もっているがそれほど深くはなく、足首に届かないくらいだ。ああ、だんだんゴジラらしくなってきたな。こうなると思ったよ。それさっきも言ったぞ。俺はお前と違ってシティーボーイなんだよ。
あとどれくらい山に入るんだ。何、すぐだ。もっとゆっくり歩け。俺は電灯持ってないんだから、はぐれたら本気で遭難だぞ。そうして危険をきちんと認識しているときは遭難しないもんだ。ゴジラはちょっと笑うとゆっくり登っていく。5分くらいでゴジラは止まった。暗い中、ゴジラの電灯は大きな木の幹を照らしている。何なんだ。うん、ここだ。ここが何なんだ。まあいいから、あと10歩後ろに下がってから座れ。なんだかわからないまま10歩下がった。ゴジラはリュックの中から敷物を出して敷いた。お、準備いいな。もともと今日はこれしに来たんだからな。予定より1人増えたが。でも敷物は2人分あるじゃないか。バカ、そういうことは言うな。とりあえず俺たちは並んで座った。ゴジラは空を見ている。曇った空が真っ暗ではなく、かすかに灰色に明るんでいる感じだ。周りも電灯がなければ歩けないが、漆黒の闇という感じではない。ここは森の中の小さな広間のような場所だった。その丸い広間のへり近くに俺たちは腰掛けている。そして広間の中央には一本の背の高い木があった。いや、思った通りだ。もうすぐ雲は切れるぞ。ゴジラ、この木は何だ。これか、タッキー。広島県で一番多い木は何だか知ってるか。いや、知らん。考えたこともないな。そうか、松だ。県の木の七割は松だと言われてる。あの松枯れで白骨化している松か。その頃、松食い虫による松の立ち枯れが大規模に発生し、広島県内の至る所で松が立ち枯れ、露出した白い幹がまるで白骨の林のように山々に広がっていたのだった。松は昔からずっと続いた植林で増えた。松が密に植えられている人工林は松しか生えない。もともとの生態系からすると松林は非常に貧しい森だ。だから枯れてもいいとは思わんがね。ただ強力な消毒薬を空中散布して松食い虫を食い止めれば自然を守ったことにはならんだろう。で、この木も松なのか。むしろ杉みたいな感じだが。これはモミだ。モミの木か。しかも自生のモミだ。林道があるってことは人工林の山だってことだ。でもこの辺りはなぜか自然林が残った。このモミは別に巨樹老樹の部類に入るわけでもないし、どうってことない木だが、自然のモミの木なのさ。話しているうちにゴジラの顔がだんだん明るく見えてきた。いや、表情じゃない。本当に周りが明るくなってきたんだ。雲が切れて月の光が差し始めたんだ。おい、タッキー、なんだ。今日は何の日だ。クリスマスイブさ。それと満月だ。ゴジラが右手を上げ空を指さした。ゴジラの指した方を見て俺は仰天したんだ。そうか、ゴジラ、お前はこれを見に来たのか。俺はゴジラの意図を理解した。またしても奴にやられたってわけさ。ゴジラの指さく先には満月があった。その満月、ちょうどモミの木の梢の先に浮かんでいたんだ。まるでクリスマスツリーの先に飾る星のように。ゴジラはそこまで計算してこの位置に俺を座らせたんだ。ちょうどこの時間、この角度から見上げると木の真上に月が来ることをゴジラは知っていたんだよ。おい、俺は二の句が告げなかった。夜の森の中でスクッと立つモミの木は本当に美しかった。寒い空気の中で雪をかぶって黒い影となって立っているその木は荘厳な感じがした。と同時に、うまく言えないな、なんというか生きてる、うん、生きてるって感じがした。そしてその上に空に月が浮かんでいた。満月はこの夜の森全体を照らしていた。モミの木も座っている俺たちも。それはゴジラの愛する風景だった。自然のクリスマスツリー、本物のイルミネーション。でもあまりにバカバカしい。こんな寒くて危険で実利の全くないロマンだかなんだかわからないものに本気で付き合う女がいるとは
当時の俺には思えなかった。だけどその時俺はものすごく感動したんだ。それはその時その場にいなければ決して味わえない特別な何かだった。あの森、あの月、そして身に刺さるような冷たい空気、すべてが澄み切って、しかしすべてが優しくかつ厳しく俺たちを包んでいた。それを見出し、まだ見ぬ満月を予想し、見事にこの時間にここにいて、この位置からもみの木越しに月を見上げるなんて、寒さに震えながら森の中で見上げるなんて、それは本当に奇跡のように思えた。むさい男が二人で夜の寒い森の中さ、二人とも女に振られて自分が誰のために生きていけるのかをつかめずに。ゴジラは4月から東京でちっちゃな会社に勤めて働き、俺は4月から一人で北海道に渡る。広島で過ごした学生時代のほとんど全てを引きちぎって、俺たちは広島を離れていく。ゴジラは口下手だ。さっきから黙って座っている。俺が座ってるシート、今日の昼に俺に会うまでは奴は座り手のないままに隣に広げて、一人で誰にも知られずにこのクリスマスツリーを見るつもりだったんだろう。ゴジラの心の中に隣に座っているのは、座って欲しかったのは俺じゃなかったはずだ。月は見ている間にも少しずつ少しずつ昇り続けた。左下から右上に月は移動してゆき、もみの木のツリーの星の飾りは梢から離れて空に昇っていった。星の飾りは帰り道、北の空にたくさん見られるさ。ゴジラが言い腰を上げる。俺も立ち上がる。月はさらにもみから離れ、クリスマスツリーは終わっていく。12時にはちょっと早いが、そろそろ帰らないと路面が危ない。ゴジラは敷物をしまい、リュックに収めて背負う。サンキュー、タッキー、付き合ってくれて。ゴジラが珍しく礼を言う。いや、ゴジラ、サンキュー。今日のクリスマスツリーは一生忘れない。男二人の森の中の最悪なクリスマスだもんな。ゴジラがちょっと笑った。はい、以上でございます。では皆様、良いクリスマスをお迎えください。お相手は私、滝和人でした。